コツノリトペさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。タスケさん、アキさん、ゼノスさん、ペアさん、レオさんいらっしゃい。倒せるかな？まだ引っ張るそれ。クソゲー嬢クソゲーミマンさん、ツキさん、9個目さん、10個目さんいらっしゃい。11個目さん、ゼロさん、ちひろさんいらっしゃい。待ってくれてますね。なんだろう、炎がある。ジャムジャムさんいらっしゃい。物欲さんいらっしゃい。ファイナルワコツ3。16目さんいらっしゃい。こんばんは。中ボスやったるで。白い黒猫さん、夏目京介さん、21個目さんいらっしゃい。魔法アイテム赤魔に使わせよう。いや、赤魔さんは魔法という強いものがあるのですよ。活躍してもらわないと。キペさん、マー君いらっしゃい。よし、行くか。ジャンデ様の命令により、あ、メデューサだ。石化大丈夫かな？このメデューサが塔を破壊し、あ、なるほど。宙に浮いたこの大陸を落とすのだ。すっごいいいタイミングで来たってことか。ひっひっひ。邪魔はさせん。死ねえ。くっそ情けないボス。見た目強そうだよ。エアロ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 。赤間さん出番です。グリザラ、83、102。あらあら、魔法あんまり効かないね。とりあえずじゃあエアロにして戦う。じゃあサンダラにしてみよう。あ、魔法防御が高い。あ、効果がなかった。14。ガツ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 。ちょっとでも削ろう。ブレイクラッシュですね。キーン。さあ誰がとどめかな。ブレイクが好きだから。止まっている。落ちた。1200円。7キャパシティもくれたよ。ありがとうメデューサさん。踏み台にしていくね。一言も何も言わんかった。あ、じゃあこれを消せばいいのかな。炎が吹き荒れている。今にも爆発しそうだ。ダメだ、近寄ったら危ない。やっと記憶が蘇ったぜ。俺はこの塔の監視人、古代人の生き残りさ。監視人。じゃあ、さっきのメデューサに襲われて記憶がなくなってたのかな。あ、そういうわけでもないんだ。長い眠りについていたんだ。もし塔に何か異変が起きた時、目覚めるようになっていたんだ。眠りすぎてちょっとボケていたみたいだな。ずいぶんひどいだ。まだなんとかなるかもしれん。俺はこの中に入って動力炉を直さなくてはならん。このままじゃ浮遊大陸は動力を失って落ちてしまう。ここでお別れだな。ずいぶん世話になっちまったな。ありがとよ。え？突っ込むってこと？弟子やめろ、死んじまうぞ。これが俺の使命だ。俺が下の掃除で渦巻きを消すから、お前たちはドワーフの住む島へ行け。そこに炎の力があるはずだ。下に行ったらお前たちを外へワープさせてやるよ。そんじゃな、アバよ。それと。
と。そう、俺じゃないんだね。はあ、死亡フラグビンビンだったもんね。全滅時の音楽だ。またね。ディーバット。あ、渦がなくなった。バイトセイスさん、トールさん、31個目さん、係長、マットさん、ジョナーさん、47個目さん、48個目さん、コトダマロゼさん、ハリスさん、器用貧乏さん、82個目さん、トムクルリンさん、98個目さん、ホイミンさん、106個目さん、リアクション芸人出川じゃないよ、135個目さん、6個目さん、いらっしゃい。弟子に包囲み、話はまだ続くのじゃな。弟子どうなったんでしょうか。ダジャレいじりはやめて差し上げろ。トモさんいらっしゃい。そうだよね、じゃあもう今後ここの監視人がいなくなるのかな。セーブしよう。弟子は犠牲になったね。次は、ドワーフの島って言ってた？また4人になってしまったか。すごい ?154 キャパ。職業一途で言ってるもんね。島チョコボで回ってた時に見えたとこ、あのあれが船でしか行けないような、あったね。ってことはここはもっと中になるのか。レッツサイトロ。無理だ。小人のパン。うん、じゃあ右にぐるっと行って、あ、左にもなんかあるね。左行ってみよう。あれは何だろう。コロチャさんいらっしゃい。ブレイクの効果はなしです。なし？ハーミット。ハーミットパープル。サンダー。うん、三日月島があった。ボス戦では敵味方無効ってこと。つまりメデューサはケースってことです。よくわかりました。あ、そういうこと？メデューサさん、効かない魔法を延々と打ってくれてたってこと？なぜブレイク作ったし。4分いつからだったっけ？ジョジョ。今年の春だった？夏だった？これもナーシャのおもし飯。あ、そうなんだ。高価な人が結構デフォ。これか。これだね、三日月。春？あ、じゃあ次じゃん、4月。楽しみ楽しみ。ブレイク芸人になりたかったのさ。不衛生化しないよ。ヌルさんいらっしゃい。ああ、雑魚戦では石化するのにね。うんうん。あ、だが断るってジョジョネタなんですね。がついに映像化。誰が声だろう。味方の人だが断るって。ゴーレムの杖クッソ強い、なんか言ってたね。
炎の洞窟だって。炎の壁が行く手を遮っている。ここ後で来そうだね。なんかある？あ、なんかある。チョコボがいる。はい、こんなとこ。何？なんでこんなとこ？なんかあるんか。熱そうだったね。ああ、大体間違って使われてる。だがことある。百式さんいらっしゃい。ジョジョ4部はカットされる話が多そう。なかなか問題なのかな。あれ、ここドワーフ。ラリホー。むしろそこはデブチョコボ用。あ、ここで合ってた。右の方だと思ってた。2本の氷でできた角、ドワーフの宝。でも悪い奴盗んでた。許せない。あ、ほんとだ。片方しかないね。お願い、角を取り返して。盗んだ奴、地下の湖に逃げ込んだ。ドワーフって小人っていう意味でしたっけ？違うっけ？どういう意味だったかな？どうしてもこう、ちっちゃくてデブでおっさんなイメージなんですけど。敵に回すと厄介だが、味方にするとさらに厄介で定評のある岸辺露伴先生。ダリホーマーはこつです。いらっしゃい。カリスマ新社さんいらっしゃい。一応小人か。小人が小人、大体合ってる。ウィズノーだな。そうですね。あー、ドラクエ10のイメージ。太郎さんいらっしゃい。グツコーっていう悪者がドワーフの宝、2本の角を盗んだ。地底湖に潜って逃げた。ドワーフ泳げない。角取り戻せない。地底湖。おまじないかけた。この一本絶対守る。いて、見えない壁だ。隠しはありませんか？一応妖精、豆柴さんいらっしゃい。地下に暮らす点がホビットと違う気がする。なんか回復がありそう。外、海をずっと東に行ったところ、ギサールっていう辺境の村がある。ドワーフのところから東に行ったら、ギサール村。232個目さんいらっしゃい。シンさんかな。ごめんね、ご提案消えてる。さっきチョコボ一周の時に見えた村。東って右？あ、そう、いや、そうだね、東右。あー、あそこか。あそこだ。北の山に綺麗なガラスみたいな塔が立ってた。でも地震の後消えた。お？これはもしや、そこに洞窟ができた。シンさんいらっしゃい。あ、ありますね。道具屋。山彦さんを買っとこう。ここ買っとこうか。で、一泊して、ドワーフは工芸技術はすげえ発達している。うん、手先が器用なんじゃなかったかな、ドワーフって。あー、ドワーフとかエルフとか飽きた。でもあの王道な感じ好きだな。一人寝だね。次の仲間どんな人だろう。あ、売ってる。サラマンドソード。ティルビングっていうのがあります。三節コン1個買おう。
トハオさんがトンファーから三節婚にして、サーペントソード、ホワイトスレイヤー、トンファー、角貝の鎧、火の矢持っちゃおう、杖、あとはレクさんいらっしゃい。あ、さっき拾った、はいはいはい、悪魔の武器かもう拾ったでしょ。ってことは二刀流にしようか。二刀流にするわ。百式さん二刀流にして、お、サハオ400だ。よし、あとはある杖、ゆらちゃん、うん、お金城でめっちゃ奪ってきたから、あ、二刀流にしてた。じゃあ一個だけね、ゆらちゃん。うん、防具もあるからね。神話でもドワーフが作った武器としてテイルビングがあるわね。FF さん熟練度上げやり込むとめんどくさい全部99にしてっていうリスナーさんがいるんだけど、他のゲームをさせない気ですね。魔導士の服、あ、そっか、炎のとこだからアイス系があるね。百式さんこの辺買おう。して、アーマーも買っちゃおうか。魔導士の服、あ、着てる着てる、よかった。アイスヘルム、アイスアーマーで、百式さんが兜はなかったか。ミスリルの兜のままと、あ、シールド買ってもうたな。間違えた。違うか、兜がアイスヘルムで、アーマーが無理だった。いいか、二刀流にします。せっかく買ったから、じゃあこうする。アイスシールド、んーで、魔球ジャムかキラー棒でもか。魔球ジャムか、あ、ファイアーエムブレムの話それもいつかやらんとな。あ、アイスアーマーが焼肉だけか。アイスヘルムが百式と、じゃあちょっと無駄買いしちゃったけど、シールドって兜とミスリル、フレームメールは単純に氷に強そうだからちょっと取っとこう。あれ
れ SLG ですよ、知ってますよ。ソラさんには無理とか言いたいんでしょ。知ってる知ってる、何とかなる。いいよね。うん、押し OK。 じゃあ一回外に出てセーブをしてから行こう。ソーラは風邪をひいた。冷たくて気持ちよさそう。え、もちろんリセットなしですよね。どういうこと？そっか、あれ幻想水滸みたいに死んでくんだっけ。クロノトリガーもいいね。最後一人になりそうなんだけど、私がやると。そして誰もいなくなったっていう。一人で戦う。拳法着はすでに着てたんじゃなかったかな、拾って。うん、着てますね、大丈夫。そういうゲームだったよね。そしたら罪です。クロノトリガーというと生贄と雪の刹那が出る。クロノトリガーっぽいゲームらしいです。あ、そうだそうだ、私なんか見たわ、ツイッターで。なんかそれを意識したのが出るんだよね。おや、岩がありますよ。岩が道を塞いでいる。ちょっと、あ、生き返りがある。ゆうさんいらっしゃい。乗り越えろよ。こんぐらいジャンプしようよ。ねえ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 、ダリホーじゃないよ。ちょっと岩どうにかして。こっちにお偉いさんがいるのかな。こっち行ってみよう。ヨゼフ。クロムゼさんいらっしゃい。あ、ほんと？ギサールでいい魔法売ってる。じゃあ行ってみようか。あ、いないわ。え？え？また潜るん？よし潜るか。出来っこないぜ。カエルにでもならなきゃね。また潜るんか。ダッシューズ装備しよう。雪の刹那とメガテンが欲しい。カエル引っ張りますね。じゃあちょっと行ってみる。東だから右に。一人ごとが激しい。金あるしな。チャラチャチャチャラチャチャチャじゃんじゃんじゃじゃじゃん。リリ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 リ。あ、そうなんだ、来週なんだね。刹那を買う予定なかったけど急遽買う。ヒデさんいなさい。明日行きまくってどういうこと？それ6です。2かな。6です。私の中で FF の戦闘音楽ってあれだったんだ。あまりやってる人いないけどビータとかでできる聖剣リメイクはどうなんだろうか。こたつがいらないくらい。上の方の人どうだったんだろうね今日。やっぱ上の方も暖かかったんかな。かなりいいらしいですよ聖剣リメイク。あれで1400円なら十分すぎると思う。聖剣伝説2といえばセレクトボタンなんかありましたね。絶対押しちゃダメだよって言われながらやった気がする。あ、え、2はやってないか。3をやったんだ。あ、テストがある。じゃあテストのご褒美にしたら。お疲れーの天空人かな。あった、ここだな。あ、羊がいる。気が抜ける。
ふえ。私羊飼いやってるの。あ、逃げたよ逃げたよ。こらこら、そっちに行っちゃダメ。どっか行っちゃうよ。さあこっちにいらっしゃい。まったくもう仕方がないんだから。そういうイベントか。柵なしで畜産やれない糖度ここにもあるよ。あ、ブリザガがある。これ赤間さんの出番でしょ。買います。ライブラは敵のあれを見るやつでしたね。コンフィは混乱で、サイレスは沈黙かな。ジェリドってどんな呪文？ジェリド？ん？ここにはすごいアイテムがあるぜ。探してみよう。ジェリドは麻痺。まだだまだ笑いよ。え？使える回数ちょっと待って。また例のパターンですか？いや、でも、レベル13だよ。どれどれ？じゃあ道中でレベルが上がってボスで使えるパーティーンだから、いけるいける。ゼロ知ってた。そんな知ってた。ダメじゃん。ジェリドは負け犬になる魔法。カミユに負ける魔法です。大人買いしました。これはひどい。いつも通り。ジェリドは組織を壊滅させる魔法。お金が5820円。ライブラはどうだ、ユラッチ。あ、使える。イン、宿屋と、あ、幼女がいる。デブチョコボは物をお腹に溜めておくことができるの、おかしいでしょ。それって食べてんじゃない？出ろーってなって帰ってくるんでしょ、口から。まあ怖い。あ、ここにも踊り子が。お、ここはいいものがあるかな。預かり帳だよね。遺癖まみれで。使えないのになぜ使えるみたいなテンションで。使ったふりね。あ、こうやってカウンター越し無理だったっけ。いかがなもんでしょう。曲変わった？あ、ここはどうやって？ねえ、そうだってね。え、ブーブーだった。エリーゼのために。あ、右と左で変わる？なんだこれ？ギサールの野菜。これ、チョコボにあげる餌だったかな？お時間ですね。はい、お疲れ様です。ソハラに気を使って変えた？練習して上達するのってこだっけ？この家隠し通路がありそう。そんな気する？じゃあちょっと回ってみよう。左と右で違うんだって。ここかな？誰かおります。